東京は3日連続で今季最低気温を更新しています。東京ではおととい、昨日と今季最低気温を更新しましたが、昨夜から今朝にかけても冷え込みが強まり、3日連続で更新となっております。上空に流れ込んでいた強い寒気は東に抜けつつあります。ただ関東や東海、西日本の各地など晴れているところでは、今日も冷え込みが強まっております。東京は最低気温 6.2 度を観測しております。沿岸地域はですね、5度から10度というところが多いんですが、内陸北部をご覧いただきますと氷点下まで下がっているところ、また5度以下まで下がっているところもあります。現在の体感のご報告見ていきましても、ほぼ寒いといったものが多くなっていますね。この後の気温の上がり方見ていきましょう。東京日中の予想最高気温16度です。今日は10度前後気温の差がありますので、1日の体感差にもお気をつけください。日中もひんやりとしていきそうですね。暖かい服装でお過ごしください。